こんにちは、おっかさんオンライン証券の竹部力也です。さてですね、外国為替市場の急変に合わせまして、緊急的にですね、ちょっと資料がの方がですね、ドタバタで大変お見苦しいところがあるかもしれませんけれども、急遽ということで特番セミナーをさせていただきます。1ドル76円台にドル円相場が突入した経緯、80円台を割れをした経緯、そういったところからですね、今後のドル円相場のポイント焦点をですね、整理してご案内させていただこうかと思います。さらに今後も円高の可能性があるのかどうか、こういったところをですね、踏まえてリスク回避の一つの参考にしていただければというふうにして考えております。さてですね、ドル円相場、本日3月17日の早朝でございますけれども、一時76円台に突入いたしました。現状はまた78円ないし79円台、こういったところの水準に戻ってきておりますけれども、さてこの背景には一体何があったのかというところで、まず皆さん株式相場なども特に、ご興味取引していらっしゃる方々に非常に影響あると思われますけれども、まずはこのニューヨーク市場の終わり、そして東京市場のこれからオープンするという感激を縫った形で、マーケット特にヘッジファンド等がですね、投機的にちょっと仕掛けたのではないかというような形で見られております。現状はですね、まだ日本の黒字収支によるですね、海外資産、もしくは債券等をですね、崩して円に変えるというような圧力というのはまだ取り沙汰されておりませんけれども、東京外国為替市場において財務省、日銀、また追加緩和というようなところで日銀によるレートチェックなども含めての管理マーケットの中から少し感激を縫った形でドル円相場下抜けた経緯だというふうにして見ております。もちろん仕組み債オプション等での弾みがあったというようなことも聞いておりますけれども、さてそれでは今後ドル円相場がどういったところに行くのか、この辺が一番重要であるのかなというふうにして思いますので、まずアノマリー的なレコードで考えてみました。1995年、この時も非常に不幸にして我が国の国難でございました。阪神淡路大震災ございましたが、この時も円高が進んで4月の19日に79円75銭がついたというような経緯がございます。もちろんこの時にはですね、日米間の貿易摩擦等がございました。またはですね、南米による金融危機、こういったものが米国を襲ってからの低金利政策というものが続いて、あった経緯でありますので、必然的にですね、ドル円相場においては、ドル売り円高というような経緯がございました。ただしその後はですね、各国に及ぼす影響が非常に甚大であるというところから、日米独、当時のブンデスバンクでございますけれども、ドル買い丸く売りというような介入も一斉に始めるというような形で、ドル買い介入を果たして反転していった経緯がございます。さてそれでは今回これが当てはまるのかというかというところが非常にポイントになるかと思いますけれども、現在ですね、やはり G20、先だっての G20 も含めてでございますけれども、世界的な貿易収支、こういったものの不均衡是正というものが問題視されている中では、円高にはある程度肯定されざるを得ない環境にあるのかなというふうにして思います。そういった意味では1995年と本年2011年の経済的な背景、世界的なバランスの背景というのはあまり大きな違いはないのかなというふうにして見ておりますけれども、ただし問題はですね、今回のような大地震、そして原発問題というところから、円をキャリートレード等の解消いたしまして、リスク回避によっての円の保有残高を増やすというような動きが実際に外国為替市場においてこの後も突き進んでいくのかどうか、この辺が一番大きなポイントだというふうにして思います。もちろん今後もですね、財務省、日銀からの追加緩和もしくは介入警戒というものも当然マーケット出てくるとは思いますが、まさしくこの動きというのは国際協調性、もちろん世界各国から現在の国難に対して大きな支援が差し伸べられている一方で、どの程度まで介入をするということが許されるのかどうか、この大義名分の度合いというのがまだまだ、我々の市場参加者の見方としては2つに分かれるところであります。そういう意味ではですね、リスク回避の観点というところで、これは今までいろんなセミナーを通じて申し上げてきたことでありますけれども、年間の変動幅というところで一番シンプルに捉えていただければと思います。現状のところですね、リバランスアンワインドの動きというのをあまりインターバンク市場はしておりませんので、そういう意味ではですね、ぜひ個人投資家の皆様においてもですね、
年間の変動幅が約、17円、おおよそですけども、各年度によって違いますが、15円幅ぐらいあるというような見方で考えた場合は、本年の高値が、ざっくりとでございますけども、84円幅というふうに考えた場合は、70円ぐらいの変動幅というのもあるという覚悟。これはですね、今まで何度も焼き直しで今回も申し上げる経緯でありますけども、下値リスクというのが現在、新値の状況の中で見えておりませんので、政府財務省における日銀、そういったところからの円売り介入に、依頼するというよりはですね、リスクコントロールをそれぞれ持っていただいて、年間変動幅から約15円から17円ぐらいの幅というような形になると、70円というような数字も全く突拍子もでもない数字であるというところをご認識した上でリスク管理を進めていただければと思います。大変少し駆け足になりますけれども、76円台記録介入あるかというところで緊急特番いたしました。マーケットまだまだ荒れ模様になっておりますので、十分お気をつけてお取引をしていただければと思います。どうもありがとうございました。